平野紫耀高校生に支持される理由は、スポーツとエンターテイメントの融合が若者に届く。2023年のトレンド調査が示すところによれば、若者たちが体育の先生になってほしい芸能人として、平野紫耀さんが2位に選ばれました。その背景には、彼の魅力的な魅力とともに、若者に訴えるスポーツとエンターテイメントの融合があるようです。 本校では、この調査結果を踏まえながら、平野志耀さんの魅力に迫ります。平野志耀若者に支持される理由。高校生たちが体育の先生になってほしい芸能人として、平野志耀さんを見に選んだ背景には、彼の人気が多面的な要素に根ざしていることが浮かび上がります。 彼の演じる役柄やバラエティ番組での活躍が若者たちの心を捉えていると言えるでしょう。平野志耀さんはその魅力的な外見とともに親しみやすいキャラクターで知られています。彼の明るい性格とキャリアは若者にポジティブな影響を与え、体育の先生になってほしいと思わせる要因となっています。 調査において若者たちが平野陽さんについて述べたコメントの中には、先生がかっこいいとやる気を出して取り組める身体能力が高く体育のお手本になりそうというものがありました。彼の活動は若者たちにとって体育の魅力を伝える上での手本となっているようです。平野市陽のスポーツ文化への貢献。平野陽さんは 単なるエンターテイナーとしてだけでなく、スポーツ文化に対する熱意と貢献を示してきました。彼が出演するドラマやバラエティ番組では、しばしばスポーツに関連するテーマが取り上げられています。そのため、彼の影響力は若者たちにとってポジティブなインスピレーションとなっています。 また、若者たちが好きなスポーツ漫画の調査でも、バレーボールやバスケットボールなど様々なジャンルの漫画が上がっていますが、平野志耀さんが出演するドラマ、ハイキューが若者に大きな人気を誇っていることも注目すべき点です。彼の演じるキャラクターが若者たちの心をつかんで離さないことは、 彼の存在がスポーツ文化にどれだけ深く浸透しているかを物語っています。平野志洋さんは彼の輝かしいキャリアだけでなく、若者たちにとってポジティブな役割モデルとなっています。彼の明るさとスポーツ文化への貢献は、若者たちにインスピレーションを与えるだけでなく、体育の楽しさや重要性を伝える手助けにもなっています。 これからも彼のようなポジティブな影響力が若者たちに届き続けることを願ってやみません。参考文献。渋谷トレンドリサーチによるトレンド調査結果毎度なニュース2023年9月リンク https://elzamplerink.com <ッ><ッ>